はい、今回もですね、引き続きループマッシュ解説を入れていきたいと思います。で、前回はですね、ループをこう取り込んで調整したりという概念をご紹介してきました。今回はこれらのループをですね、保存してこう切り替えたりっていうライブパフォーマンスなどに最適な方法をご紹介したいと思います。まずですね、下見ていただくと1から24まで鍵盤らしきものがあります。これはですね、好きなパターンをこう保存して切り替えられるよっていうものなんですけども、で、保存の仕方が非常に簡単ですね。このオレンジ色の丸をクリックして、どこに保存するのかっていうのを決めてあげると。今じゃあ1番に保存したいから1番をクリックする。これでもうこの状態が保存されました。で、同じようにこのコピーを2番にも作っておきましょう。クリックして2番にも作る。またですね、ここをクリックすると名前変えられるので、こういう風にメイン、こっちサーブとかにしておきましょうか。やっておくと、まあ視覚的にも非常にコントロールしやすいかなと。あとはですね、これミディ鍵盤に対応していますんで、ミディ鍵盤の C0 を押すと、今変わったの分かりますかね。で、これ C#0 を押すとサブに変わると。これでこうライブなどのパフォーマンス、もしくはこのタイミングを切り替えたいところでこうミディデータを入れとくっていうのもありですよね。この中にそうすると曲に合わせて切り替えができるといった感じです。こう早速いじってみましょう。まあ、サブ選んであげて、こうランダマイズを入れてあげたりとか、こうですね、レンダーを入れてあげたりとか、メインビートにですね、してみましょう。弾いてみます。こんな感じですね。で、気に入ったら改めてサブの方に保存を入れてあげると。メインはいつも通りのビート、切り替えた時のサブはかなりこういじったビート、曲の中でこう鍵盤を切り替えて、こういう風にやっていきます。で、ちょっと重要なとこですね。特にライブでやりたい方なんかは、こう鍵盤を押した時にですね、興奮してて早く押しすぎたりとかすると、このビート早く変わっちゃったりとかしますね。で、現在、8分音符でビートが変わるよっていうことになってるんですけども、8分音符単位ですね。クオンタイズされてるイメージです。切り替えがですね。ここを例えばエンドとかにやっておくと、このループが一周した後に変わるんですね。なので、間違ってボタンを押しちゃったとしても、そこでは切り替わらずに、次のこの一周終わって帰ってきたところで切り替わると。といったこともですね、ここで決められるという感じです。これは結構便利なんじゃないかなと思います。メインパターン戻っておきましょうか。まあ、こんなのがあります。次はリアルタイムコントロール。これもなかなか面白くてですね、こっち、このタブをクリックしてあげると。で、これもマウスでクリックするだけでも、こういうコントロールができちゃうと。で、これはですね、鍵盤の C3 からこう上に対応しているので、例えば打ち込みのところですね、5ミリの中で C3、今一瞬光りましたね、こうなってほしいとか、こういう風に入れておくだけでも、こういうコントロールができちゃうので、曲の中でも十分使えますよね。で、もう一個説明したいのが、このミュートですね。ここは C3 なので1オクターブ上 C4 の G になりますね。これを打っておくとですね、こういう風に音が鳴らなくなります。これはですね、見ていただいたように何も入ってなくても再生した時点でこれ鳴っちゃうんですね。なので、鳴ってほしくないところにはこの M を入れておいてですね、鳴ってほしいところが来たらそれを解除して、いろいろとこう操作していくっていうのがおすすめの使い方ですね。で、こう解除したいところにこう入れてあげると。で、あとはこう再生してあげて、鳴らないと。そしてここから鳴る、こういう状態になりますね。この辺を分かっておくと、打ち込みでコントロールができたりとか、ライブパフォーマンスでも存分に使えるんじゃないかなと思います。ぜひですね、楽しんで使ってみてください。今回もどうもありがとうございました。